おはようございます。ドライトニュースの時間です。統合版マインクラフトベータ版に新エモートが登場しました。バージョン 1.16 のネザーアップデートから統合版マイクラに新機能のエモートが登場し、少し前までは1つしかありませんでしたが、新たに2つのエモートが登場しました。まず1つ目が拍手です。褒めたたえるときにでも使いましょう。2つ目が指を指すといった感じです。犯人はあなたですといった感じでその人を指しましょう。人狼ゲームにも使えそうですね。これからどんどん増えていき、課金要素になってくるのでしょうか。個人的にはビグリンダンスはエモートに来てほしいですね。以上、統合版マインクラフトバージョン 1.16 のベータ版に新たなエモートが2種類追加しました。バージョン 1.16 になればエモートで楽しみましょう。こちらの機能は統合版のみで、スイッチ版、旧 PE のスマホ版、旧 Win 10版の PC、Xbox One、PS4 にもネザーアップデートが来ればエモートが使えるようになります。楽しみですね。それでは、良い一日を。